徳川悦那。徳川悦那は、江戸幕府の第四代将軍である、在職、慶安四年、1651年,年、遠方八年、1680年。父は、第三代将軍、徳川家光。母は、即室のお楽の方、宝珠院で、竹千代の余名を与えられ、聖師とされた。慣営十八年、1641年8月3日、第三代将軍。 徳川家光の長男として、江戸城本丸に生まれる。乳は、八島局、三沢局。父の家光は、生まれた時から家綱を、自らの後継ぎに決めていたという。その理由は、家光と弟の忠だ長との間で四次争いがあったためとも、ようやく生まれた、待望の男児だったためとも言われている。昭法元年、1644年12月。 なお家エツナと改め、昇法2年、1645年4月に減服する。慶安3年、1650年9月に、西の丸へ移る。慶安4年、1651年4月20日、家エミツが48歳で皇居すると、家エツナは8月18日、10月2日、江戸城において、将軍宣言を受けて、第四代将軍に就任し、内大臣に任じられた。 幼年で将軍職に就いたことにより、将軍世襲性が万弱なものであることを全国に示した。十二月には本丸へ移る。この前例を受け、家綱以後、最後の吉信を除くの将軍宣言は、京都ではなく、江戸で行われることとなる。将軍家を継承した時はわずか十一歳だったため、家光死去の直後に、老人の優小説や丸橋中やらによる、 東博未遂事件、慶案の変が起こるなどして、正常不安に見舞われた。しかし、叔父の星名正幸や家光時代からの大老、坂井忠勝、老中、松平信綱、安倍忠明、坂井忠清ら、歓迎の、伊郎といわれる名神、小川、大目付、中根正盛らの補佐により、この機難を乗り越えた。このため、以後は十九年間にわたる、 安定政権を見た。また、後に、父の乳母、春ス局の孫、稲葉正則や蕎麦衆久世博之、土屋数字家も幕閣に加わった。家綱の時代には、幕府機構の整備がさらに進められた。特に、星名正行を主導者にして、戸山大名などに一定の配慮を行い、末期用紙の金を緩和し、大名承認制度の廃止や、 準資金指令が出されるなど、これまでの武力に頼った、武断政治から、文字政治への政策切り替えが行われた。万事2年、1659年4月には、左大臣に任じられるのを辞退している。漢文4年、1664年には1万国以上の大名に対する領地主院状を、翌漢文5年、1665年には、区毛屋寺社を対象とした。 領地目録交付している、漢文院地。漢英の、医郎と呼ばれた面々は、漢文年間に入ると、相次いで死去したり、老齢で表舞台から引退するなどした。このため、彼らに代わって、漢文六年、1666年には、坂井忠清が、大老に就任し、地政公判の漢文、遠方期には、中世の主導の下、老中号義制と、 家綱自身の上位により、幕政が運営された。市政後半には、家光ミに起こった、官営の大基金の反省から、基金対策として農政に重点が置かれ、就門改めの徹底と全国への、就門人別改め庁の作成命令や、諸国巡堅士の派遣、諸国山川沖ての制定、河村瑞堅に命じて、東ずめぐる海運、西めぐる海運を開拓させるなど、 全国的な流通、経済政策が展開され、本庁図眼編纂などの文化事業も行われた。また、家綱柿には、幕府植生の整備が完成され、幕長関係も安定し、対外的には、江戸地での釈迦院放棄や、イングランド戦リターン号による、通商再開要求、停止政権による、遠平要請などが起こっているが、家光以来の鎖国政策が堅持された。 この時期には、伊達騒動や越後騒動など大名家のお家騒動も発生している。側室のおぶり、おまんりは、伊達那の子を解任したが、死残、または流残であった。加えて、伊達那自身は生まれつき体が弱く病弱で、三十半ばに至っても男子がなかったため、将軍軽視問題が有慮されていたが、遠方八年、1680年5月初旬に、病に倒れ、 企得状態に陥った家綱は、堀田正都の勧めを受けて、末帝の立林主藩主、松平綱吉を養子に迎えて、将軍公主とし、直後の5月8日に死去した。去年40、死因は未生だが、急性の病気、心臓発作などと言われている。家綱の死により、徳川将軍家の直系の子が、将軍職を世襲する形は崩れた。イエの企徳に際して、 坂井忠清は、鎌倉時代に、将軍源、佐朝の死後に、宮将軍を迎えた例に倣い、家綱の祖父、秀忠の兄、結城秀康の血を引く有栖川の宮行人親王を、将軍に迎えようとしたが、正俊の反対にあって実現しなかったとする、宮将軍擁立説があるが、近年では、坂井忠清が、宮将軍擁立に動いたことを否定する説もある。 家光は500万両残したが、明暦の退化で消失した本丸の再建費用だけでも100万両、金銀の産出量の低下と貿易による海外流出で1661年には358万両、家綱が死んだ時には100万両も残っていなかった。年々10万両ずつ減っていたが、当時の幕閣たちは財政に無頓着で何も手を打たなかった。 日付イコール旧暦、2012年徳川記念財団所蔵が所蔵している歴代将軍の肖像画の紙形下絵が公開された家綱像白描本も含まれており父家光に似て描かれている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください